はいみなさんこんにちはゆうりですはい今日はですね動画えっ、ー、とこの間の、えー、旅行会社の旅行会社の違いのですね違いのについての動画の続きを撮っていきたいと思いますよろしくお願いしますはい私はですねえっ、ー、と えっと旅行元、えっと、旅行の添乗員でしたあと旅行会社のジムでも働いたことがありますその前はですねずっとあのアパレルのファッションのバイヤーをしてましてこちらはですね15年ぐらい、えっと、ずっと世界中をいろんな世界中のね、えー、ヨーロッパとかアジアとかアメリカとか行きながら、えー、お洋服の買い付けをさせていただいておりました。で でその時にねたくさんこういろんな海外行かせていただいたのでええー、ととまあえー、とこういう旅行のね今動画を配信しております。で今日はですねこの間、予告したと思うんですけどこの JTB さんとか近畿の日本ツーリストさんですねこちらの大手旅行会社についてちょっとお話しさせていただきたいと思います。ははいいでででままあまずすすね一番ですね番この間、えー、お話ししたい HIS さんですね h is さんとこういう近畿日プ、ポンツリストさん JTB さんとかあとこれが西鉄さんとか,かなあと日本旅行さんとかですね何が一番、まあ、JTB さんに例にとったら何が一番違うのかって言ったら基本的にはこちらの旅行会社の海外旅行っていうのは、えー、観光がセットになっているもの送迎が基本的には全部セットになっているものが多いです。なので、えー 大体、えーまあ、そうあの観光を選べたり選べなかったりするんですけどでもちろん、えー、自由で、えー、個人旅行みたいに飛行機とホテルだけっていうようなプランもあるんですけど基本的には、ね、観光がセットになってるものが多いですね。 なので1人で行って毎,毎回どこに行っていいかわからないとか観光を、えー、どこ見に行っていいかわからないとか普段寝るのが面倒くさいとかっていう人は、えー、とやっぱりねこういうあの旅行会社の旅行って便利だと思います。でえー、特に私も、 いま、えー、だにやっぱりねヨーロッパとかに関しては、えー、旅行会社利用することが多いですこれなんでかっていうとですねあのー、巡るのにやっぱりあの向こうで地下鉄とかあとはなんだ電車とかがやっぱりわかりづらいんですよね表記が。だから よっぽど慣れてないと,、えー、と駅に、えー、とその次の駅にたどり着けなかったりとか、まあ、やっぱり英語のスキルがある程度いったりとかするのでこういうヨーロッパの旅行とかだったらあのパックツアーだったら大体、えー、着いたらそのままもう観光も1台のバスで まあえー、ヨーロッパだったら例えばイタリアにしましょうかイタリアだったら、えー、ミラノミラノから、えー、ベネチアベネチアからローマみたいなベローナかなベローナローマとかそうですねフィレンツが間に入るかな。 うん、っていう感じで、えー、ともう周遊を1台のバスでさせてくれますでそういう時そう時そするとですねあの荷物を全部バスの中にいお置いておけるのでそういうところとかも貴重品だけも持ち歩きながら観光に行けるのでそういうこととかも含めてやっぱりあのヨーロッパとか行かれる方は旅行会社の方が個人で取られるよりは便利なんじゃないかなと思います。で えと物価もねヨーロッパはどうしても日本に比べてもえと高くなってしまうのでまあ食事付き食事別々で取ると結構するかなっていうところもありますのでねそういうのも含めたい結構やっぱりあのおすすめです。なのでまあアジアとかアジアとかに行くんで,すでしたら全然個人旅行で今ねたくさん安いね あの飛行機とかもあるのでアジアとかに行かれる方は、えー、と個人で撮られてもいい,いいとは思うんですけれどもあのー、ただ送迎がついてたりするので送迎がついてるとやっぱりあのつ、ー、いた時の空港が例えば夜の10時にバリ島とかねどっかあったのこれバリ島とかって結構ね夜のねフライトがね9時9時4 21時とか22時とかに空港に着くフライトが結構あるんですね。でこれ ねなんか男性とかえっとだったらいいと思うんですけどなんかね女性だともうちょっと正直怖いのでタクシーで行くかとかってなってしまうと思うんですよ。うんってなったらもう。 送迎やっぱりついてた方が安心なんじゃないかなっては思いますそれがちょっといいところかなあとなんかこう選び方なんですけどえ ZTB、ー、さんと近畿日本ツーリストさんとか皆さん,うんどこの旅行会社もなんか特色をがあるんですねなのでなんか旅行のツアーのえっとねコースの癖みたいなのがあるんですよ。うん、でそれは あのちょっとね口ではちょっと説明しづらいので、えーとね、おすすめなのはこうアホみたいにこういろんな旅行会社回ってもう遠慮なくこれを取りまくってでこう見てくださいあのバリ島行きたい方はバリ島のツアーの、まあ、JTB さんも近畿日本ツーリストさんも HIS さんも。 あと日本旅行さんとか全部見たら、えー、といいと思いますでそしたらなんかあここの旅行会社こうなんだなって特色とか違いとかも分かってくるしあとね自分の好みも分かってくるあここいいなとかうんのは分かってくるので私は、えー、と結構パンフレットいろんなのを取りますでなんかね日本人の方すごい遠慮深いからえそんななんかゆりさん パンフレットこんな取るのとかできないよっていう人とかいらっしゃるんですけど大丈夫ですあの。これね「3月」とかって書いてあるじゃないですか。ねえっと来年の3月28日までだよって書いてあるじゃないですか。あのほとんどの多分ね旅行会社がねそうだと思うんですけど結構なあの数余らせてるのででも最終的にはゴミに出すっていうねような形になるのであのゴミになるんだったら皆さんが。 卒でも見ていただいた方が作った方も幸せなんじゃないかなと思うので私も JTB さんとかね、あのー、今度紹介しようかなファーストクラスの旅っていうのファーストクラスにすぐ今行くお金はないけどでもね行く時の予習しときたいじゃんね新婚旅行とか <laughs>。と思って、えー、とファーストクラスの旅とか見ますよ全然。 取ってみます。うん。なのであのー、行ってね。ちょっとなんか入るの何回も入るの恥ずかしいぞってう人はね、土日とかの忙しい時に行ったらいいよ。<laughs> 簡単にだいたいみんなわあって人がいるときは、あなんか人なんかこうパンフレットと取る人までねみんな見てないから、あのよく会社の人もね。というところでしょうかね。うん。またあのー。 今度次はえっ、ー、と阪急交通車とか、えー、と読売旅行さんとかの旅行についてちょっと解説したいかなって思いますちょっとね意識して短めにしてみましたようんということでまたえっ、ー、と動画撮りますんでまた見てねじゃあね see you バイバイ